日本には優れた潜水艦があるのをご存知でしょうか。建造技術や性能は通常動力型潜水艦では最強と言われています。今回、海上自衛隊潜水艦の性能について詳しく見ていきます。オーストラリアの原潜導入で日本にも原潜をとの声が多くなっていますが、建造コストを考えると太平洋型がまだ作れるからね。海上自衛隊は2021年9月現在で基準排水量2750トンの親潮型潜水艦11隻、うち1番艦親潮と2番艦満潮は練習潜水艦に艦籍変更のため9隻が就役中に、900〜2950トンの双流型潜水艦12隻の2タイプの通常動力型潜水艦を保有しており、21隻を運用している。さらに、次期潜水艦として、3000トンの太平洋型のネームシップ、太平洋が、2020年10月14日に進水していて、この太平洋が、2022年3月に就役することによって、海上自衛隊は、25大港、平成25年防衛計画大綱、2013年で定めた潜水艦22隻体制が整うことになる。なお、太平洋型潜水艦は、2番艦から4番艦までが、2020年現在建造が始まっていて、今後、それらの就役と同時に、随時、親潮型を退役させていくとされている。現在の主力である、双流型潜水艦は、平成13年度、中期、防衛計画、2001年4月から2005年3月のおける2005年度予算で、建造が開始されていて、海上自衛隊初の非対機依存推進、AIP を搭載する通常動力潜水艦として、建造が開始された。この非対機依存推進、AIP とは、原子力を動力としない、通常動力型潜水艦において、シュノーケル港走りで、大気の酸素を取り込まない潜航を可能にしたシステムで、それまでのディーゼルエレクトリック機関方式を補助、補完する技術のことを指す。双流型に搭載された AIP は、スターリングエンジンと呼ばれるもので、シリンダー内のガスや空気を加熱、冷却して膨張、収縮させ、シリンダーを動かして運動を得るシステムで、双流型では、ディーゼル機関2機に、スターリング機関を4機、それに鉛蓄電池を搭載したディーゼルスターリングエレクトリック機関方式が採用された。当初の建造計画では、双流型全12隻に、このディーゼルスターリングエレクトリック機関方式が搭載されるはずであったが、防衛省技術研究本部で開発を進めていた高出力のリチウム蓄電池を潜水艦へ搭載する目途が立ち、太平洋型から搭載される予定のリチウムイオン蓄電池は、双流型、11番艦、王流、12番艦、東流に前倒しで搭載されることとなった。この際、王流、東流には、スターリング機関を残し、鉛蓄電池をリチウムイオン蓄電池に交換する案と、スターリング機関も下ろし、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池のみとする案が挙げられていたが、鉛蓄電池と比べ、出力、充電時間、満つる放電回数など、すべてにおいて優れる、リチウムイオン蓄電池を AIP に変えて搭載する方が、より、高速での水中連続潜航時間延伸が期待できるとして、ディーゼルエレクトリック機関方式となったのである。リチウムイオン蓄電池は、鉛蓄電池と違い、水素ガスの発生が心配なく、より、短時間での満充電が可能な上に、同じ容積あたりのエネルギー密度が、鉛蓄電池の2倍以上あるほか、繰り返し放充電回数は 1.5 倍以上と良いことだらけの蓄電池である。この技術は、次期、主力潜水艦の太平洋型に引き継がれ、リチウムイオン蓄電池を搭載することを前提として設計された太平洋型では、その性能を最高に発揮できるとされ、未公開の性能所言が
どれほどのものであるか、大きな期待が寄せられている。双流型の電子機器のネットワーク化には、目を見張るものがあり、最新鋭の情報処理装置、TDBS による様々な情報統制とその表示、また、艦外とのネットワーク連接がより向上したほか、ソナーシステムは Z997 が採用され、監視アレイ、側面アレイ、栄光アレイ、逆探せソナー、魚雷警報装置で構成されている。それは、親潮型と比べより、正確な情報が得られるとされている。なお、兵装は、艦首に 533mm 魚雷発射管6門が装備され、89式魚雷やハープーン追艦ミサイルを発射可能とされているが、これ前型の、親潮型の地型の、大芸型と共通である。そして、双流型の特徴として、最も顕著なものはその外観で、海上自衛隊の潜水艦として、初めて、X 型の舵が採用された。親潮型までの潜水艦は、艦尾の舵が、艦体に対して上下左右に十字型で、垂直舵、十舵が、左右への回答を担当し、水平舵、砲舵が、水中における上下の動きを担当しているのであるが、双流型では、艦体の垂直軸から、45度の角度に傾けられた4枚の舵が取り付けられている。十字舵の潜水艦では、岸壁への接する時や潜航中に、海底に帰属した時に、舵をぶつけて破損する恐れがあり、舵の寸法を、艦体の直径内に収めなければならないが、斜めに装着可能な X 舵は、十字舵に対して、舵を、ルート2倍の大きさにできる。そのため、十字舵と比較した X 舵の水中機動能力は、左右の旋回性能が約 30%、上下の深度変換性能が約 15% 向上している。その他、X 舵は、被害を受けた際に残された機能でカバーする抗弾性に優れていて、十字舵では、十舵と砲舵を、それぞれ同じ油圧シリンダーで操作する2系統の油圧シリンダーしかなく、一つでも故障すると、回答か上下動のどちらかが不能となるのであるが、X 舵は、1枚が独立した油圧シリンダーが作動しているため、4系統の油圧シリンダーのどれか一つが故障しても、残りの3舵で上下左右の相関をカバーできる。さらに、X 舵の装備位置は、十字舵より 1M 前方あるため、プロペラスクリューとの距離が長く、キャビテーションノイズの低減が期待できるという。このように、X 舵には利点が多くあり、以前にアメリカ海軍も採用を検討したものの、操作制御が複雑であることから、導入が見送られていた。しかし、双流型では、より高性能なコンピューターシステムが導入されたことで、4枚の舵を、ジョイスティック1本で操舵できるほどの操作性を実現している。最新の技術が導入され、静粛性においても、通常動力潜水艦としては、世界一と評価される、双流型と、さらに性能向上を目指した、大芸型は、中国原子力潜水艦群と対峙しても、それらを凌駕する性能を発揮するであろう。近年、韓国海軍が、原子力潜水艦の保有を企んでいるとされ、また、先日は、オーストラリア海軍が、アメリカ、イギリスとの安全保障システム、オーカスに基づき、原子力潜水艦12隻を保有することが発表されたことを受け、海上自衛隊にも、原子力潜水艦をとの声が上がっている。しかしながら、海上自衛隊の任務は近海防衛であり、その任務を遂行するには、現有の通常動力潜水艦の性能で必要十分である、
中東までのシーレーン防衛を海上自衛隊のみで行うのであれば、原子力潜水艦が活躍する場があると思われるが、現状では建造費が高額で維持費がかさむ原子力潜水艦を保有する必要は全くなく、その費用を国産次期戦闘機開発や出雲型の後継空母及び高性能イージス艦の建造、あるいは超長射程の対艦対地ミサイルや中国本土を射程に入れる弾道ミサイル開発に充てる方がよほど現実的であろう。